こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で、最短で月10万円儲ける方法ですね。そのためには、やるべきことをする。それと同じぐらい、あるいはそれ以上にやるべきことをする時間を取るために余計なことをしない。これが重要です。でね、よく、成果報告で1万ドルとかね、3万ドル、あるいはね、1ヶ月で3000ドルとか、突破した方の成果報告を見て、この方たちはどういう商品を扱ってるんでしょうかとか、資金力いくらなんでしょうか、どういうジャンルを扱ってるんでしょうかという質問される方いらっしゃるんですけど、正直扱ってる商品はそれぞれバラバラだし、資金力もね、資金は潤沢にある方もいればあんまりない方もいると。時間も毎日ね、2時間以上やってる方もいれば、少ない時は週に1、2時間しかやらない方もいます。ただそれでも共通して言えるのは、やりましょうと言ったことをしてですね、余計なことをしないっていうのが共通点なのかなという気がします。例えば、Amazon 輸出で儲けるのはね、ショッピングカートを取りやすいアカウントを準備して、あとは儲かる商品を見つけて、で、目論見通り売れたら補充すると。この3ステップを繰り返すだけで非常に単純なんですけど、よくある勘違いとしてですね、まずこのステップ1のショッピングカートを取りやすいアカウントを準備するときに、評価がまだないんで売れませんという方がいらっしゃいます。で、これね、Amazon の場合は、eBay と違って出品者から買ってるという意識はないです。もちろん Amazon の仕組みに精通しててね、出品者と Amazon 本体が売ってるのは別だというのを分かってる方もいますけど、ほとんどの方は気にしてないとか分かってません。Amazon から買ってるという意識でいます。したがって出品者の評価がどうかなんていうのを見る方はですね、あまりいいお客さんではないと。値段に厳しい方なんで、あんまりその方を対象にしてもしょうがないと。だから、Amazon で儲けるにおいては、カートを取って、カートに入っている商品を、買う人に売るというのが重要なんで、良い評価を集めてね、比べた時に初めて出てくる評価がたくさんあるとか、ないとか、いうのを気にしてもしょうがないです。で、Amazon のシステム的にもですね、良い評価がたくさんある人にカートを取らせているということは全くありません。この辺がね、Amazon で売ったことあるけど、あんまり買い物しないとかね、実はなんちゃってで、実践してないのに、情報発信だけしてるとか、サポートだけしてる人にはわからないことですけど、よくね、やらないよりやった方がいいのかなというぐらいのね、返事というか反論があるんですけど、やらなきゃいけないことを集中してやった方が結果は出やすいです。で、やらないよりやった方がマシと、言い方変えると、やってもあんまり意味のないことをやってると、やるべきことをやる時間が少なくなったり、ね、大切なことをやる時間少なくなったり、ゆとりの時間が少なくなったりするんで、よっぽど根性あってですね、もう一日中働いてないと気が済まないという方以外は、無駄なことは、あんまり意味のないことはやらない方がいいです。転売アカデミーのサポートではですね、できるだけ早くくじける前に稼いでもらうために余計なことをしないと、ね、いうのを非常に力を入れてますんで、このショッピングカートを取りやすいアカウントを準備する。そのためにやるべきことはですね、まずは取引をする。で、良い評価、ね、集めても意味ないです。評価集めるのにね、文章を送った方がいいですかとか、そういうのは全然ないです。質問してくれるのはいいんですけど、そもそもその、情報をどこから見つけてきたんだという話がありますので、いろいろあれこれ情報を見てる時間があったら、商品を探す、ね、売れる商品を探す、儲かる商品を探す、そこに力を入れた方が、全然儲かりますので、余計なことをやらないというのを意識して取り組んでみてください。能力あって、あんまり結果出てない場合はですね、ほとんどのケースでいろいろ調べすぎたり考えすぎたりして、余計なことをして、肝心なことをやってる量が少なくなっちゃってます。そこを注意してみるだけで、ぐんと売上利益とも増えますんでね。Amazon 輸出で儲ける方法。やるべきことをして余計なことをしない。これを意識して取り組んでみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。